こんにちは、高橋着物工房の高橋です。今日はね、こんな中途半端な着付けのところから始まる、なんだろうっていうことですけど、お客様がの質問で、帯枕が起こっちゃいますっていうね、どうしたらいいでしょうかっていうね、質問が来ました。帯枕だけが落ちるってことはないから、お太鼓そのものが落ちるっていうことなんだと思うんですけど、これを、解決していきたいかなって思います。では早速いきます。この結び方っていうのはいろいろだと思うんですけれども、ちょっと横を見せますね。これはうちの方法で、高橋スタイルではクリップを使います。ですので今クリップで留めてありますが、これをこう真ん中にこう落としてね、でこの胸元のこの、手先 をポトンと落として、それでこれを前に持ってきてね、留める、止めます。でね、止めてね、でね、こう回して、高橋の場合はこれをこのクリップにもう一度挟むね、挟むっていうところまでするんですよ。まあこれが仮紐だったり、クロスだったりいろいろだと思うんですけど、大概ねここに、これは完全にここを入れ込むっていうことをうちはするんですけど、この三角、余分なこの三角を、この余分なね、この三角をの切れをここにね、逆にこうグッと押してやることで立たせるっていうのが、うちの方法です。でこのブカブカしたまんまでいいよと。流派によってはね、これをきれいにね畳んで折り入れるところもあるんですけど、これはね背中でやるのにちょっときつかったりするので、こう、うちはねこのまま立たせておく。で柔らかいものなんかだともっとへにょんとしちゃうんですけど、で基本的にはですね、この帯枕、要はこのお太鼓をこうして、ここにこう押し付けるっていうよりは、引っかかりにオンさせるっていうふうに考えてくれると落ちるっていうか、問題はつまりね、背中でからここに縛り止めると思ってる方が結構いて、このね、ここに上げる時点でだいたいここ中途半端にこういうところのものに乗せちゃうと、これ簡単に落ちるんですよ。ではなくて、この上まで連れてきて背中にしっかり当てて、てグッとグッとね、こういうふうに引っ掛けると思ってくれたら、なかなか落ちにくいかなと。これはうちの方法ですけど、例えば流派によってはこれをこうして、ここで紐止めるとか、ここで仮紐止めて、ここにね必ずこの厚みが出るはずなんです。あとこうグリンってねじるところもありますね。こうグリンとねじる位置もなるべく高いところですると、これが枕の枕になるわけですよ。うん、でね、問題はね、このね切れが、この切れがね、ここがしっかりこっちまで上がってきて引っ掛ける、ここにちゃんと階段が、こういうふうにここに引っかかるものがあって、階段ができるっていうことをちゃんと想像しないと、中途半端なところに乗せるから落ちやすいっていうことが、まず往々にして言えるかなと。でうち帯枕の紐を下から抜けなんていうことも言ってますよね。これはね、本当に皆さんからびっくりされるのは、例えばここでこうやって乗せたら、マイク触っちゃいそうで怖いわザザッザザって言ったらごめんね軽く結ぶ、うちはどっちにしても軽く結ぶんですけど、こっから中入れて、場合によっては全く胸元に紐が引っかからないためにはね、これを下から抜いてね、ギュッてククってこうやって下ろしても、乗ってれば
絶対に落ちない、ね、ここ乗ってるんです、このねちょっと突起したところにしっかり乗ってるから落ちないんで、これで極端な話このままでいても枕なんて落ちませんよと。これねクリクリっとして真面目に私や何回もやったことあります。このまま突っ込む、これで枕が落ちた試しはないんですよ。この後帯締めで止まるでしょ、あとね。ですからまずねイメージとしてはここに結び止めるではなく引っ掛けると、帯が巻かれた二重になったクロスした結んだ、結ぶ人あんまりいないかな、とにかく背中の突起に引っ掛けるんだよということをまず明確に意識してくれたらいいかなと。あとね時々すごくね背中が反ってる方っているんですよ。でね言ってみればこういうふうに背中が来てるからもうこれをこうつけたところであのすでに角度がこう入ってしまって、イナバウアーみたいな感じで、ね、そういうちょっと背中がこう上に向かってこう開いてくるっていうか、たまにそういう方は本当にいます。でそういう方の場合は私は中の補正で高さを作ってくれたらいいなと。あのこの方も今あの、パッドを巻いてます。今脱がせますね。というわけであの脱がせました。で、やっぱりあのマネキンちゃんってナイスバディに作ってありますよね。それでね今ねこのうちの幅広スキニーに、一文字と T 字と、ね、2枚こうやって入れてます。それでもねこうやってふかふかと浮くんですよ、ここに合わせるとね。でもこれ着付けには何の問題もないんですが、例えば背中が本当にこういうふうに沿ってでこう背中に向かってこうえぐれてるんです私っていう人が時々います。そういう場合ですね、ここにあのここの腰のパッド、いわゆる腰パッドっていうのはここのあたりのことを言うんですが、この上ですね、ここのところに例えば足りないとすればですよ、それでもあのウエスト補正しても落ちますっていう場合、ちょっとねこれって多いかもしれないけどちょっと入れてみますね。例えばねここにそのいわゆる枕の受けとしてここに高さを作るっていうことをすると、確実にさっきの方法論で言って引っかかるっていうことになりますから、あの簡単にあのずるんと落ちるなんていうことはなくなるかなと。もし体型的にそういう方がいらっしゃったらここの中の補正で、でうちのパッドで言えば絶対そうなると幅広です、幅広がいいと思います。でそれだとあの突起を作ることもできると思いますので試しにやってみてください。ちなみに今日私は、お太鼓すっごく小さくしてあります。暑い時はノーマルがいいですよ。帯枕、空心菜ノーマルが高さが出ないと。やっぱここがすくってね、ここが塞がれないって。すごいね、すっきり。あの、涼やかなんで、銀座結び風にするとか。それからノーマル、枕も、今日私ノーマル、これね、ノーマル。で、あのちっちゃくお太鼓して、涼しくあの着物を楽しんでください。では今日はこの辺で、さよなら。